今回ご紹介するのは、昨年11月に水の里工業団地に竣工した株式会社ブルボン魚沼工場です。工場と原料保管倉庫、それに雪室の3つの建物からなるこちらの工場では、原料となるカカオ豆の雪室貯蔵のほか、チョコレートの製造を行っています。この工場で作られたチョコレートが県内の各工場で加工され、ブルボンの菓子製品となります。我々ブルボン、輸入原料を多く扱っていまして、輸入の原料を一時的にこう横浜にある倉庫、港湾倉庫にこう納入するんですけども、昨今地震とかやっぱリスク、災害リスクがあるので、県内に倉庫を一つ持ってくるというのが一番の目的。あとは工場立地に関してはやっぱり水の資源も豊富ですし、今小鉄パイプも出てますけども、そういったのも豊富な地下水があって、工場建設にとっては魚沼市の方からも紹介があって、今回お話があって立地したということになります。雪室の方は今現在ここにいるんですけども、雪室棟がありまして、そこに雪室は2つございます。で、1つが300トンの雪室、もう1つが150トンの雪室、それぞれありまして、300トンの雪室の方は空気循環式で、要は強制的に冷風を熱交換して、要は雪冷房の形を使っているのが雪室、それが商品に使われている方になります。で、もう一つはテストルームというふうな位置づけなんですけども、検証を行う上で、氷室型の雪室を一つ、そういった2パターンの、大きく分けると2パターンの雪室があります。はい、燃料の保管倉庫は、入れているものは、雪室カカオという商品なのか、チョコレートという商品に使っているカカオ豆を貯蔵している、施設でございます。我々の、倉庫としてはブルボンの、ブルボングループというふうに、特化をしておりますけども、そういった中でも、倉庫、県内に倉庫の拠点を、位置づけるという意味では、非常に重要な拠点になるかと思います。現在、正面に見えるのが、工場棟になりまして、で、今作っているのはチョコレートの原料を製造しています。チョコレートの原料というのは、要は商品に使っているチョコレートを魚沼工場で作っておりまして、そのチョコレートを県外の工場に持っています。各工場も商品も増えてきてますし、チョコレートという需要がやっぱり多いもので、そういったチョコレートの原料を安定的に供給する意味でも、この新工場というのが非常に重要な拠点かなというふうに。ショコラという商品名で、マロミミルクと熟成カカオ73という商品なんですが、こちらに使っているカカオ豆は、魚沼工場で貯蔵されたカカオ豆を使用しています。で、その豆を使うことで余分な苦みや渋みがこうそぎ落とされたりですとか、またこうまろやかな味わいに変わっているというふうな、品質を改良しているというふうな特徴の商品です。そうですね、これが本当に足がかりとなって、この商品だけじゃなくて、先ほど言ってたテストルームで、また第3の雪室ショコラという商品、また違った商品でもこうどんどん開発していくっていうのが今後の方向、展望なのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。我々ブルボン魚沼市に進出するっていうのはちょっとこう大げさかもしれないですけども、初めての地域に進出した試みですので、本当にこう地域の皆さんと一緒に何かできることがあれば、お声掛けいただいたりですとか、協力してやっていきたいなというふうに思ってますし、何かこう皆さんの手助けになる
ことが一つでもあれば、教えていただければ、少しでもこうなんかこう地域の方に役立ちたいなって思いますね。まあ、1年先か、5年先か10年先か分からないですけども、本当に長いこう、せっかく工場作ったんで、長く長期的にこう何かやることがあれば、ぜひ協力したいと思います。